めちゃくちゃカラバリがありまして、ダーダーダーダン、ハルピタウルトラがついているのが大きな特徴です。スマホガーンと落としちゃっても絶対に角割れしない。なんということでしょう。鳥ちゃん、こんにちは。鳥ちゃんのピンクです。今日ご紹介するのはじゃん、 Google Pixel 8a に絶対使ってほしいこのじゃん保護ガラスです。もうこれはねめちゃくちゃ貼りやすいし絶対角割れしないフレックス 3D という保護ガラスです。それではご紹介していきます。行ってみましょう。デジタルライフを豊かにするシンプリズム。それではご紹介していきます。 Google Pixel 8a に対応しているフレックス 3D ガラスです。シンプリズムの中で一番売れているシリーズのケースとなっております。フレックス 3D ガラス。シンプリズムの保護ガラスはもう何と言っても簡単綺麗にホコリなく気泡なく貼れるというハルピタウルトラがついているのが大きな特徴ですので、こちらを実際に貼り付けて見ていきたいと思います。オープンとなっているのでここから開けまして、そうするとあまり見たことのない形のトレーが出てきます。あと中にこういうクリーニングクロスが入っております。じゃあ実際にやり方紹介していきます。まずスマホをきれいにふきふきします。この時にホコリはまだついていて大丈夫なんですけど、油分はきれいに取り除いてください。そしたらこのトレーの中、ここに端末を入れます。でその時向きに注意してほしいんですけど、こっちが上でこっちが下です。こういう感じで入れます。で中ギュッギュッと押し込んで、ここ出っ張りがあるので蓋をします。そうしましたら手前に引くと書かれているタブをこのイラストの通り挟み込むように蓋の側面を持ちタブを引きくださいと書いてあります。挟み込むように持ってタブを引きます。くるん。そしたらね、今何が起きたかというとホコリ取りテープの剥離紙を取りました。今ペタペタしているのはホコリ取りテープを端末の画面に貼ってホコリを除去しております。終わったらまた挟み込むように持ってこの透明なタブを引っ張ります。この時にホコリ取りテープが剥がれたのと同時に保護ガラスが画面の上に乗っかるっていう仕組みなんですね。すごい。ここ溝があるのでギュッとして蓋を取ります。上のフィルム取ります。そうするとなんともうガラスが貼られているというなんということでしょう。すごいですね。で残った気泡はクロスでギュギュギュッと押せば取れます。綺麗に抜けてくれました。私はこうギュッと外に出したら綺麗に抜けてくれたんですけど、なかなか気泡が抜けないぞっていう方も 2,3 日で自然に蒸散しますので、ちょっと 2,3 日ぐらい待ってくれればいいかなと思います。この保護ガラスなんですが、周りにね黒いフレームがついているタイプのものです。じゃん、こんな感じでフレームがついてるんですよ。こっちはガラスなんだけど、このフレームは TPU っていう衝撃に強い柔らかい素材です。なのでスマホガーンって落としちゃっても角からこう衝撃を守ってくれるので絶対に角割れしないと歌っております。でもし万が一割れても、なんと365日ガラス交換保証がついていて、購入から365日以内だったら新しいものと交換しますよという保証になっております。なのでね、パッケージと割れたガラスとレシートというか購入日が分かるものだったら何でも大丈夫です。その3点はしっかり保管しておいていただければと思います。シンプリズムの保護ガラスはすべて Google Pixel 8a の指紋認証に対応しております。本当に対応してるのかちょっと確認したいんですけど、私の指紋認証まだ設定してないので設定していきます。保護ガラスをつける人は保護ガラスをつけてから指紋認証の設定をすると精度が高くなるのでおすすめです。設定からセキュリティとプライバシー、指紋認証と顔認証、ピンコードを入力して指紋の
登録、今一人会社の別のチームの指紋が登録されてますが、ご自身で使うときは本当は一度指紋を削除した方がいいそうです。私はこの上からいっちゃいます。画面内指紋認証便利ですよね。できました。じゃあ電源落として指紋認証できるのか、用意と、おお、全然余裕です。めちゃくちゃ良い。でもしなんか保護ガラス使っていて指紋認証うまく反応しなくなっちゃったわという方がもしいらっしゃったら、ちょっと裏技があるんですけど、一つ目はこのディスプレイの中に入っている画面保護シートモードをオンにしてください。そうすると精度が上がります。まあ、今でもオフにしてたけど全然大丈夫だったので、私のこのピクセルちゃんはこのままで大丈夫そうです。あとはこの指紋認証は光に反応するようなので、真っ暗なところで指紋認証すると精度が上がるみたいです。詳しくは私たちのサポートチームのフェイさんがブログ書いているので、そちらをご覧ください。そんなフレックス 3D の保護ガラスなんですが、めちゃくちゃカラバリがありまして、ダダダダンダダダダン、こんなにたくさんあります。日本の会社 AGC の保護ガラスで3バリエーション、これも日本の会社のダイノレクスという強化ガラスが3種類で、ゴリラガラスが4種類あります。高透明、反射防止、ブルーライトカットに加えて、ゴリラガラスは反射防止プラスブルーライトカットっていうのもついております。画面の見え方の違いなんですけど、皆さんどのスペックがお好きなのかな。私はいつも高透明を使ってるんですけど、皆さんがよく使う保護ガラス、どんなスペックか教えてください。ちなみに高透明と反射防止の違いについては1年ぐらい前に動画を上げているので、そちらを確認してくださったらなと思います。以上、 Google Pixel 8a に対応しているフレックス 3D ガラス、絶対に角割れしない保護ガラスでした。いかがでしたでしょうか。指紋認証にも対応しているので安心してお使いいただけます。もうたくさん種類があるんですけど、皆さん高透明と反射防止とブルーライトカットだとどれがお好きですか。ぜひコメントで教えてください。この動画がいいねと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。トーリーちゃんのピンクでした。バイバーイ。